ミュージシャン、ピアニスト。イリノイ州で生まれ、ニューメキシコ州で育つ。ディジー・ガレスピーの楽団でデビュー。以降、チャーリー・パーカーや、マイルス・デイビスなどと共演。1952年に、ガレスピー楽団出身者を集めて、モダンジャズ・カルテットを結成した。以後、修正にわたって、MJQ のリーダー格として活動、リバップに影響を受けながらも、 クラシックの室内楽を思わせる男性かつユニークな音楽性を確立した。1957年、フランス映画、大運河の音楽を担当。ヌーベルバーグとジャズの関わりにおいて先駆者的存在となる。一方、ガンサー・シュラーラと共に、ジャズとクラシックの融合を目指した、サードストリームミュージックを追求した。その延長線上で60歳を過ぎてからは、 J.S. バッハ作曲の平均率クラビーや曲集第一巻、プレリュードと風が全曲に挑み、原曲に即興演奏を交えたその演奏は話題になった。また作編曲家としても卓越した業績を残す。妻のミリアナ・ブルバニッチは、クロアチア出身のピアニストで、ハープシュコード奏者。ミリアナ・ルイス名義でも活動。夫、ジョン・ルイスと共演したアルバムもある。ありがとうございます。